どうだアルミ、立体起動装置は。大丈夫、留め具が正しく外れてくれたから壊れてはいないみたい。そうか、それはよかった。だがどうする、馬が一頭しかいないぞ。ジャンの馬が戻ってくれば三人とも移動できるんだが。くそ、なんでだ。ライナーの馬は戻ってきたのに、どうして俺の馬は戻ってこねえんだよ。これ以上ここに留まるわけにはいかねえのに。最悪一人をここに置いていかんとならねえぞ。その場合の一人をどうやって決める。手負いのアルミンか、でかいから二人乗りのきつそうなライナーか、それとも俺が走って自分の馬を探すべきか。クソ、そんなことに頭を悩ませんのはクソだ。せっかく三人で視線をくぐったのに、随分な仕打ちじゃねえか。アルミ、おいアルミ、やはりまだ意識はしっかりしないのか。うん、まだちょっとぼーっとするよ。そうか、でももう決めねえとな。辛い選択だが、一人ここに残る必要があるようだ。待って、その前に縁談を打ってみよう。陣形が直進してたら4列3班あたりが近くに来ているはずだ。緊急事態の新縁談だ。これだけじゃ意図が伝わるとも思えねえが。アルミ、あと3分だけ待つ。それまでにここに残るものを決めるぞ。僕が残る。でもその代わりに僕に代わって報告してほしいことがある。できればエルヴィン団長にだけ。いやアルミ、それはお前が自分で報告しろ。誰か来たみたいだ。しかも馬を2頭連れて。あれはクリスタ。みんな大丈夫？俺の馬じゃねえか。どうどう、落ち着けよブッファルト。その子ひどく怯えてこっちに逃げてきて、巨人と戦ったの。アルミ、その怪我は大丈夫なの？うん、なんとか。よくあの縁談でこっちに来る気になったな。ちょうど近くにいたし、ジャンの馬がいたから。お前は馬にも好かれるし、不思議な人徳があるようだな。命拾いした。でもよかった、みんな最悪なことにならなくて本当によかった。神様、女神、結婚したい。